ここね、間違えて傘で行ってもいけるぐらい簡単やったんで傘で行きます。はい、ただ簡単っつってもあれがどこにあるかわからなくて、最初もうあれっつったらあれですよ。すいません、名前また忘れました。あ、でもあれを今から食べたあれが何かっていうのは分かります。もう傘で行ってるよ。これ傘一回も使ってないもん。傘使おう。一旦取れないですよね、この方へ。今日は間に合いちゃったわ。でも今なんか上にいらっしゃる。高い、やばい。簡単だけど、もう一個の方がめっちゃわからなかったね。確か、ここ慎重に行かないと。この辺にあったんですか。ちょっと追ってったところ。よく見つけたっていうのはやっぱり難しかったんですよ。いいね、パサいいね、パサ。ハマだね。バケツなんだけど、それなんで、あれっつったらあれっつったのかな。なんか、あれ、そう、あの風車、なんていうの、なんとかセラーみたいなやつが、壊せないっていうところ、
さやか、あれやからってまさやかってさ、あいたどこやるかわからん。むずくはないんだよ。むずいな、これ。ほら、また行っちゃった。あそこに行く。あ、見えた。よかった。ちょうど行っちゃったから、一旦何を渡そうっていうことにしたか。あれ？隙間に入る？隙間に入らっしゃる？そこに入っちゃってごめんなさい。ていうか、あれ隙間に入らっしゃる、隙間に入らっしゃる。もう1個目ちゃんとやるわ。普通に行ったら入んないよ。いらっしゃるけど、いらっしゃるの近くに、だいぶ近くにいらっしゃったな。普通に行ったらあかん。これごめん、あ、ごめん。で、後次ボスは大体初見で行くことにしました。